シャウミャノフスク地区、別名シャウミャン地区、シャフミヤン地区は、アゼルバイジャンソビエト社会主義共和国に存在した地区。シャウミャノフスクを主府とし、面積は600平方キロメートル。シャウミャノフスク地区は1991年の時点で、人口約2万人のうち 82% をアルメニア人が占めたが、アルメニア人自治州であるナゴルノカラバフ自治州には含まれず、その北部に隣接する地区であった。しかし、地区の郊外には、アゼルバイジャン人の村があり、アルメニア人居住域は自治州とは隔たれた状態にあった。当時、地区のアルメニア人は民族対立から極度の困窮状態にあり、彼らは天候の良い日に1日1回、アルメニアソビエト社会主義共和国のエレバンからヘリで空輸されてくる燃料で命をつないでいた。電話も郵便も機能せず、医療環境も劣悪で、地区の主要産業である。ワイン醸造も石膏生産も輸出先を失って崩壊状態にあった。1989年7月25日に地区ソビエトはアゼルバイジャン最高会議に対し地区のナゴルノカラバフ自治州への編入を要請し、同月にはアゼルバイジャン共産党地区委員会が地区の自治州への編入を決議した。8月1日にバクーはこれらの要求を退け、翌1990年1月15日には、地区と自治州に非常事態宣言が発された。さらに8月29日には、アゼルバイジャン共産党中央委局が、当地区委の活動を停止し、その第一書記、ウラジーミル・アガジャニャンを、民族主義、分離主義者として除名した。そしてついに1991年1月14日、アゼルバイジャン最高会議幹部会は、シャウミャノフスク地区を隣接する自治州外かすむイスマイロフ地区へと編入することを決議した。1991年春、旧シャウミャノフスク地区は同じくアルメニア人が多数を占めるハンダル地区とともにソ連軍とアゼルバイジャンオモンによる円環作戦の対象となった。この結果としてシャウミャノフスク地区からは1万7000人を超すアルメニア人避難民が発生した。アゼルバイジャンがソ連から独立した直後の同年9月2日、シャウミャノフスク地区ソビエトは自治州ソビエトとの合同会議で共に新国家ナゴルノカラバフ共和国を形成することを宣言した。しかし、ナゴルノカラバフ戦争中の翌1992年6月12日、シャウミャノフスク地区はアゼルバイジャン軍に制圧された。ナゴルノカラバフ共和国側は現地名で旧シャウミャノフスク地区と同名のシャフミヤン地区を設置しているが、その領域はシャウミャノフスク地区とは一致していない。地区の民族別人口は以下のように推移している。5、00010、00015、00020、0001939年、1959年、1970年、1979年、1977年の時点で地区には、主府シャウミャノフスクのタユハルヤグジャ県土の2町と16の村が置かれ、それらを管轄する2つの集落ソビエトと10の村、ソビエトが存在した。ありがとうございます。